ボウルに卵を割り入れましょう。卵をよく混ぜてください。塩コショウを1つまみ加えてください。卵の準備はこれで OK です。続いて水溶き片栗粉を作っていきます。片栗粉です。そしてお水を加えます。これでよく混ぜてください。水溶き片栗粉はこれで OK です。ではお鍋を用意してください。お水を入れます。コンソメ、鶏ガラスープの素、あとは顆粒の出汁の素、火加減は中火です。このまま一度沸騰するまで加熱してください。沸騰したら火を止めます。そしてヘラを伝わせて回し入れます。そしたらもう一度再沸騰させてください。火加減中火ぐらいにして、このぐらいのクツクツ加減にしてください。さーっとね、回し入れます。細く細くね、回し入れていきましょう。最後はね、お箸で軽く混ぜます。火を止めたら最後にね、ごま油を回しかけてください。そして混ぜます。卵スープの完成です。卵がとてもふわふわな仕上がりになってます。